見える開花メルマガ、こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日はですね、なんと沖縄の地に来させていただいておりまして、ヘントナご夫妻のね、やられているアガリンテーラってお店に来ているんですけども、沖縄在住のですね、浅戸のり子さん、開花のトレーナーさんでもあるんですけども、今非常にこう素敵なお仕事をどんどん広げられてるんですが、通称のんちゃんと呼ばせてもらってるんですけど、はい、ね、のんちゃん今日よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ね、のんちゃんがどんどんこう輝いていっている秘訣をね、皆さんにこう聞いていただければと思いまして、今回ね、動画撮らさせていただきます。でのんちゃん、自己紹介の方からお願いします。はい、私は沖縄で、今現在、FM 読谷の方で、パーソナリティと、そして映画にも実は出させていただいて、映画素晴らしい、はい、役者と、ね、そしてイベントごととかで司会業をさせていただいております。ね、はい、浅戸のり子と申します。のんちゃん、よろしくお願いします。でのんちゃん自身がね、まあ女優だったりラジオのパーソナルだったりね、いろいろこう司会されてるんですけども、この昔はすごくこう家族関係とか自分のメンタルとかすごくこうきつくて、それでね、まあ開花に来てもらったような感じだったんですけど、ビフォーってどんな感じだったんですか？そうですね、本当に以前は、なんか本当にすごくこの自分なんだろう、いろんな人と人とのこうぶつかり合いとか、どうして人は人と喧嘩し合うのとかとか追い込んだりとか、そうですね、なんかどうして人と人はぶつかり合うんだろうって、あと、まあ本当にいろんなことがうまくいかないこととかがあって、でそれですごく悶々とこう悩んでいた時だったんですよね。でそれで本当に大ちゃん先生の YouTube を聞かせていただきながら、本当に実際いろんな本当に学びをしてきたんですけれど、で大ちゃん先生のことも以前から知っていて、で、はい、本当に量子力学も仕事でも活用させていただいて、でそこで本当にうまくいくこととか、みんなで潜在意識を活用してとか、いろんなすごいいいこともあったんだけど、でもそんなことがあって、でもまたどうしてこういう本当にね、実は娘がいじめにあったりとか、すごい学校に行けなくなったりとか、本当にいろんなことがありまして、家族で、ね、悩み、こう私も何もしてあげられない自分っていうのをすごく、ね、娘さんのこともね、すごくきつくてね、そうですね、時期がありましたね。で、ね、実際にこう会館に入ってくださって、セブンウィークスって7週間のやつがあるんですけど、その時の最後の時だったか、すごいピコーンってこう、のんちゃんの中でこういうシーンが見えてとかっていうのを記憶してて、実際どんなだったですか？そうですね、本当にこのセミナーの中で天才性を生かすっていうような内容だったかなと思うんですけれど、その中でなんかこうできない自分を見る癖が私の中にすごくあったので、そこじゃなくって自分の本当にいいところを伸ばしていくとか、あとこうみんなとつながる感覚ってないですかって大ちゃん先生がおっしゃられていて、でその時に私はあるって思い出したんですよ。で実は独身の時に女優を目指していた時期があって、本当に役者になりたいって思って、舞台の、ね、ステージに立たせてもらうこととかあったりして、本当に女優を目指していた時期、あの時ってそういう感覚だったなとか本当に思い出して、で確か皆さんの前でそういう感覚になったことありますっていう、であの感覚が本当に忘れられなくって、喜び、みんなとこうつながってて、何かに突き動かされてる感覚、でそれを思い出してたんですけど、だから実際その感覚があったおかげで、実は娘がきっかけになったんですけど、娘が所属しているダンススタジオの本当に先生が、この映画のプロデューサーだったんですよ、ね、でその映画の、監督がオーディション
この、まあ、50代女性募集みたいなのを見て、うん、そこに私がピコンってアンテナが立ってしまって、あ、楽しそうって、で娘が実はダンススタジオのみんなで映画に出ることになったんだよお母さんっていう報告があったので、あ、すごい頑張ってって、実は昔お母さんもねみたいな感じで自分目指してた時期があったんだよとか言いながら、なんかこう話をしていたので、なんか娘と一緒に、ちょこっとだけでも映画に出れたらいい思い出作りになるんじゃないかって思ったので、それで実は私も、こう実はステージ経験ありますっていうのを、役者経験ありますっていうのを、先生にお伝えしたら、先生が挑戦してみませんかって声がかかって、最初は本当にお茶出しの役でいいですっていうところからだったんですけれど、はい、そこからのなんかきっかけだったんですね。それが、はい、セブンイクス終わって、うん、トレーナーコース始まった頃でしたっけ。そうですね、だから、ね、本当になんか実は大ちゃん先生に本当に会って、うん、こういう悩みを本当に聞いていただきたいっていうか、うん、どうして人と人はこうすれ違うんだろうとかいうことを本当に直接大ちゃん先生にお伺いしたくて、大会に、こんな悩みがあったおかげでなんですけど、本当に大ちゃん先生直接会いに行こうって勇気を出したのも、今となって本当にあの悩みがあったおかげで、すごい飛び込めたなって思います。大ちゃん先生に本当に直接、ね、お伺いさせていただいた時に、大ちゃん先生が答えてくれたのを、覚えてくださってるかなと思うんですけど、やっぱりみんな、そもそもみんなゼロポイントフィールド、どんな人も全てゼロポイントフィールドなんだけど、みんなただ忘れてしまっているだけなんですよね。だからこそ、私たちがその根幹側から、内側から愛感傷を響かせていきましょうねっておっしゃったんですね。で、その時に、ああ私なんだって気づかせてもらったんです。だから、私が本当にこの例えば娘に何もしてやれなかった、罪悪感だったり、職仕事とかでもね、何かうまくいかないことがあった、源は自分っていう言葉を知っていたので、全てそれを勘違いして、全て私のせいだっていうふうに自分を責める癖っていうのが、できていってしまって、で究極のプラス思考を目指していたので、こうプラスになれも考えきれない私はいけないっていうところで、やっちゃうよね、そう、本当に自分を攻撃して、こう自分を苦しめていた。でも大ちゃん先生のこのセミナーの中で、こう全ての感情、全てが愛なんですよって教えていただいた時に、そうなんだ、じゃあ私の全てのその弱い部分も愛だったんだってこうだから全ての感情も私の全てを本当に許してあげて、私に寄り添うって決めたんですね。だからそこから私は私を生かします、天の意志のもとに働きますっていう言葉を本当に唱えて、私の体も全てがゼロポイントフィールド、だから私が愛しますって、本当にこのね、あの時本当につらかったよねっていうふうにね、私のつらい感情を自分で認めてあげたら今みたいにね、本当に自分に泣いてあげるっていうね、だからね、会館に入って本当に自分のためにたくさん私が私に寄り添うっていうの、もう涙も流せない私だったんです。あ、そうだったの、はい、めちゃめちゃ泣いてた。もう泣きました。もう今なんかね、いつも泣いてばっかりののんちゃんなんです。本当にね、なんか涙出せなかったんだ。涙、昔から涙情報かと思った。昔は涙情報だったんですけど、いつの日からか、こう人を育成する、人を育てるっていう仕事をし始めた時から、こう私は強くいなければならないみたいなのところで、こう母としてとか、なんか強い自分をこう作り始めてきた時にからだと思うんですけど、涙をこうピタッて止めてしまった、ところだなって。でもその私がいたから、おかげでね、そのおかげで私は強く本当になれたっていうのがあるんですよ。だから本当に開花でいう全て
に意味がある、うん、全ての出来事に意味があって、うん、全ての本当に魂だとかね、うん、全ての命が私をここまで導いてくれたっていうことが本当に今わかります。だから本当にこの映画も作っていらっしゃる監督が田中一生監督っておっしゃられる監督なんですけれど、本当に量子力学的考え方、量子力学的生き方、全て愛なんだよっていうことを映画に作っている監督で、映画を見たらもう本当にすごい感動して、だからこの映画を見られるとね、皆さんこのストーリーに泣くっていうよりも自分のストーリーに共振してみんな涙を流されるんですよ。なるほど。だからやっぱりそこなんですよね、うん、だから自分の全ての心の痛みも苦しみも悲しみも全てが愛だったんだっていう私の中で気づいた時に、本当に目の前で怒っている人にみんな大丈夫だよって本当に心から響かせてあげられる私になりました。だからそれをね、ラジオでもテーマとして、うん、番組のテーマとして、ね、はい、FM 読みたんで毎週ね、はい、配信していて、はい、でのんちゃんの声がすごい癒されるっていうので、ね、映画の中でも我々仲間で映画をね試写会にさせていただいて、うん、でのんちゃん登場してきて声がね、声を発声した瞬間にドワッとこうみんなこう涙が出ちゃって、おばあとかっていう声がもうね、本当にこう癒しボイスで、なんでかっていうのが、のんちゃんいろんな感情体験を踏むんじゃなくって、自分に寄り添っていろんな感情を抱っこできてるから、まあ 100Hz から 10,000Hz までね、全部を OK にしてるから、全部を含んでるから、それを聞いた方にも100の人にも1万も全部含めた声が届くから、お相手はねすぐにまあ、癒されるっていうか、こんだけ受け入れてもらえてるんだっていうお声になってると思うんですよね。本当にこうのんちゃんの人生体験がね、全部意味があってっていうのはね、はい、今本当にお役立ちになって、はい、のんちゃんがね最高の自分を発揮するっていうね、天の石の下で働きますっていう意識でねいててくれるからこそ、多くの人が声を通して存在を通してね、ね、輝きを増してきますよね。のんちゃん一人がこう開くことで、のんちゃんと関わり合う方々、お客さんがねどん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 輝きを増していくっていうのが本当にこう美しいことだと思うんですね。ね、ありがとうございます。ぜひこちらのね、はい、もういいですよ、この、うん、これもいいですか。あ、どうぞどうぞ。 このクリスマスツリー、うん、これね本当に私の中で、うん、天命はい、うん、私これ多分本当にいっぱい経験してる死別もありますし、実際赤ちゃんを産めなかった魂のお腹に宿ったことがあったりとか、やっぱり本当にね死別、私のことを思って亡くなった祖母のことだったりとか、本当に悲しいこと、私のせいでって思うような出来事がいっぱいあったんですけれど、だからこそ私のねこういう本当に天命へと導いていかれるっていうことが本当に分かったんですよ。でそれで私は娘と一緒にね、私たちの全ての経験がこのクリスマスツリーみたいにね、たくさんのキラキラしたオーナメントをつけて、こういう私たちってこのキラキラ輝くクリスマスツリーになろうねって娘と、まあなろうねっていうか、そのクリスマスツリーなんだよ自分たちはって言いながら、こうなんか、うん、そしたらなんか本当に娘もね、私も本当になんかね、こう学校に行ってないからとかじゃなくって、うん、本当に自分を生かすっていうところで、うんうんうん、自分、うん、すごい自慢の娘が、あ、ね、すごい活躍してる娘、自分の才能を生かしてね、はい、すごいいい子でね、そうですね、ダンスが大好きで、ね、はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、本当にこうみんなが自分を生かしていくっていう形ですね、うん、はい、じゃあ最後にこのこちらの告知を、素晴らしい展開の告知を、はい、ありがとうございます。はい、これが2024年ですね、出演させていただいています、はい、映画風が通り抜ける道という映画です、はいはい、ありがとうございます。はい、田中一生監督の映画なんですけれど、ありがたいことに1月12日からですね、先行上映で、東京板橋の方で4シネマ
お、すごい。さんの方で、イオンシネマ。はい、全国公開を先駆けて、全国公開、はい、11月12日から上映開始となっております。はい、で、ね、もう一人でも多くの方にぜひ見ていただきたい映画です。一回だけ、私本当に何回も見てるんですけれど、何回見ても、もう本当にご自分の人生ストーリーに、こうね、寄り添える映画になってますので、本当にたくさんの方ね。愛で、愛がどん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 かかっていって、はい、こう頑張れる、私もやれるって思わせるようなね、そうですね、内容でね、はい、で本当に本当に感動的な、なんと山田邦子さんも、そうなんですよ、山田邦子さんもバレーボールの小林素子さんもね、はい、ね、沖縄出身の日帰りなさんが主演なんですけれど、本当に、本当にね、リノさん自身も本当に自分の人生ストーリーと重なる描写で、そうだそうだ、ね、作られた台本じゃなくてリノさんの人生体験を台本に込んでいるっていうね、全てではないんですけど、うん、やっぱり私もそうなんですけど、うん、本当に出演されてる全ての方たちが、うん、なんかこうやっぱり自分と重なるような、うん、本当に私の場合は自分の経験だったり、うん、そういうのもあって監督がねそういうのも全部ストーリーを一つにまとめてくださっています。はい、ありがとうございます。こちらのね、あの映画の案内とか、あとのんちゃんがやってる FM 読みたんのサイトもね、ご案内させていただきますので、概要欄にね、付けさせていただきます。ね、本当にこう、自分自身が自分に寄り添ってこう感じてあげて、いろんな感情を抱っこしてあげて、自分を根源側からね、ゼロポイントフィールド側から生かすという風な人たちだらけになっちゃえば、自分に優しく周りに優しくっていうね人たちだらけの、ね、人類になって地球が本当にこういい状態になっていくと思いますので、のんちゃんもそこをねすごく意図してこの、まあ、今生まれてきてるんじゃないかなってね、はい、感じます。それをね共にみんなでやっていければと思います。はい、ありがとう。今日はねのんちゃんありがとうございます、はい、伝わったら嬉しいです。いや、めちゃめちゃ伝わる、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。動画をご覧の皆さんも最後までご覧いただきましてありがとうございました、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。